皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。冬になるとね、どうしてもこの手の話題が増えてしまって、ね、全国的なあれでいくと視聴回数が伸びないんですけど、冬の札幌の情景をねお伝えできればなというふうに思います。昨日ね夜半にそれなりに降りまして、多分10センチか15センチぐらいは降っていると思います。でそういう状況ですね、今札幌市民がどんどん除雪をしております。でそういうこんなところをですね、自転車で走るっちゅうバカじゃねえのと言われていたことが、ファットバイクを使えばできますよということをお伝えしようかなと思います。ご覧いただけますでしょうか。多分10センチ15センチぐらい積もったいわゆるパウダーですねを、ここ往復してみたところです。で車両がですねこちらのKHS の ATV500 ですね。でちょっといろいろ事情がありまして、フロントがあのデリンジャー5ですね、26の 4.6 スパイクで、後ろが、B ラバーのですねスピードスターですね、 3.5 のスリックがついてます。でそれでとりあえずですね、まあ、勢いつけてるとはいえ足つくことなく、渡りきれる。でこれはですね、この手前のコナのマウンテンは、まあ、お客さんのものなんですけどね、このタイヤでこの状況で走ってお見えになりまして、これは素晴らしいことなんですけど、まあ、やっぱりねファットっていいよなというようなお話をしていただきまして、まあ、ちょっと嬉しいなというところでございます。でファットバイクっていうのはね、そんな深雪行くことまずないんだから、そこまでタイヤでかいのいらないわという方いらっしゃるんですけど、通勤とかね、それと毎日乗ってますぜという人になるとですね、いきなりこういうふうに一晩夜が明けたらこうなってることっていうのがこの街では往々にしてありますので、そういう人にはね、実は僕はとにかく乗り続けるという人にとってはこれが一番合理的な自転車なんではないかなと確信しておるわけです。